久保さん。いや、R34 はね、本当はなんか、ありがたいですね。ありがたいけど怖いですね。<laughs> どこまで上がるんだろうみたいな話で。まあでも今は、今がアッパーではないことは間違いないので、まあ、この25年規制が解除された時に、昔ね、NSX も一気にガンって上がったみたいなんですけど、そのルールが解禁されてね。 まあ、その、ルールが解禁される前に上昇してるんで <laughs>。どこまで上がるんだみたいなね。ちょっと、多分、車市場結構稀だと思いますよね。基本的に車って10万キロ超えると、どんどんもう、ゴミくずみたいな値段になっちゃうんで。うん、だからまあ、久保さんが言うように、所有する喜びに変わってきたのかなっていうところですよね。キットもそうだと思うんですけど、ただ、あの、キットはマニアックすぎるので <laughs>。 ね、久保さんね。まあ、それは僕は言わなくてもわかると思いますけど。でも一部の人には熱狂的なファンがいて、まあ、その人にとっては価値があると。だから価値の定義ですね。なあ、どれだけその、まあ、わかりやすくね、カーセンサーでめちゃめちゃ今爆上げされてますけども、車に興味ない、R さんより興味ない人にとっては、1円の価値もないんですよ。だから価値っていうのは、あのー、人それぞれ違います。人それぞれね。なんで、あのー、自分のが、 あいいなと思う価値を,を所有したりとか自分がいいなと思う価値に対してのお金を払っていくっていうところが大事だなと思いますね自分が価値を感じるものですねだから市場の価値に流されるんじゃなくて自分の価値に生きるっていうのがいいんじゃないですかねでたまたまそれは僕はラッキーでただ自分の好きだなっていう価値が市場の価値が上がるなんかもう 上がってきたっていうただそれだけなんでだからこの前その前々回からのあのコンサル生のビットコインをね15万円ぐらいの時に500万ぐらい買った人が言ってたのがあ面白いなと思ったんですけども実際にねまあその当時は怪しいみたいに言われてたわけですよだけどあの実際に使ってみたらしいんですねでビットコインをでそのお金の流れを実際に体験したらしいんですよでそしたらめちゃくちゃこれ便利やんと こんな便利なものを絶対流行るよねって自分はそ,その当時怪しいって言われてたけど自分が実際使ってみてそのお金のね行き来こんなに簡単にね海外に送金できたりとかもうすぐ秒でこうできるっていうのはすごい革命だとあの普通に銀行送金で海外送金するとまあ2日とか1日とか反映されるのに遅いんですよだけどまあ仮想通貨とかだったらもう秒で多分反映されると思うんですね海外とか,か距離関係なく これはすごいと。だからネットの価値もそうですよね。僕もインターネットが出てきた時にすごく価値を感じました。で、そこに対して別途してたんですけども、ネットはもう世の中を変えるぞと。うんで、まあ、良かったなと思いますね。だからその、なんだろうな、まあ自分の価値に生きるんだけども、その価値っていうのが世の中の価値にもマッチングしてるとなおさらいいですよね。うん、自分はいいと思ってても、 うーん市場とマッチングしない。例えば、まあ、ビジネスライクで言うならば、ポケベルにめっちゃ価値があるぞって考えたとしても、市場ではもうそのポケベルは使えなくなる。だけど、ポケベルを所有してることに、あの、幸せを感じるんだったら、それは生き方としていいんだけど、ビジネスライクに考えると、うん、ポケベルは売れないので、今、さすがに。使えないんで。 うん、で、ポケベルマニアの人も、まあもちろん一部はいるかもしれないですけど、まあビジネスとして儲けるっていうのは難しいですよね。うん、だからビジネス的に考えるならば、自分の価値と市場の価値のこの差あがどうなのかと。で、あとは、あの、生き方を問うんであるならば、市場に関係なく、自分に、自分が価値があるっていうものに使っていく。うん、でも最終的にはまあ、 一番いい生き方で言うならば自分がいいなと思うのにしっかりお金を払って、えー、それを味わうっていうのがいいんじゃないですかね。いってらっしゃい。